キラー・イガーボル・フェレンツは、ハンガリー・ソンバトヘイ出身の元サッカー選手。ポジションは GK。ハンガリー代表。ソンバトヘイで生まれたキラー・イは、1993年に、地元のクラブであるソンバトヘイ・ハラダンシュでキャリアをスタートし、1997年には、ドイツ分デスリーガのヘルタ・ベルリンに移籍した。当初は2番手の GK であったが、 クラブは7戦未勝利で迎えた1997年9月28日の第 1FC ケルン戦にてクリスティアン・フィードラーに代わって起用されブンデスリーガでのデビュー戦初勝利を収めた。以後、キラーイは聖 GK となり1999から2000シーズンに UEFA チャンピオンズリーグ10試合に出場した。しかし2003から04シーズンのウィンターブレイクに ハンスマイヤーがヘルタの監督に就任すると、フィードラーが6年ぶりに、セイジーケに据えられた。キラーイのヘルタでの最後のプレーは皮肉にもデビュー戦と、同じケルンとの対戦であった。2004から05シーズン、キラーイは、イングランドのクリスタルパレス FC に移籍した。パレスには、間もなく、アルゼンチン人 GK フリアンスペローにも加入したが、キラーイは、セジーケの座を確保し、 プレミアリーグ32試合に出場した。チャンピオンシップに降格した翌2005から06、シーズンはリーグ1043試合に出場した。2006年11月から12月にかけて、キラーアイはウエストハムユナイテッド FC に2週間の短期ローンで加入。ロイ・キャロルとジミー・ウォーカーを共に負傷で帰ったことによる緊急補強であったが、3試合ベンチに入ったのみで、 出場機会はなかった。また、12月から2007年1月にかけては、トーマス・セイレンセンとスチュアート・テイラーを共に負傷で、買いたアストンビラ FC に1ヶ月の短期ローンで加入した。2007年5月、2年契約でバーンディー FC に移籍。2009年1月、シーズン終了までの期限付きでバイエル・レバー空前に移籍した。2009年6月、 TSV1860 ミュンヘンに加入。2014年8月28日、チャンピオンシップに降格したフラム FC に移籍。2015から16シーズンからは、ソンバトヘイ・ハラダーシュに18年ぶりに復帰した。1998年に、対オーストリア戦で、ハンガリー代表デビューを果たし、開始4分で、アントン・ポルスターの PK をストップして3から2での、 勝利に貢献している。以来代表キャップを重ね、2015年の UEFA ユーロ2016予選、プレイオフノルウェー戦で39歳にして、代表100キャップを記録している。2016年6月14日に行われた UEFA ユーロ2016グループ界オーストリア戦に40歳74日で、先発フル出場し、ローター・マテウスが持つ UEFA 欧州選手権。 最年長出場記録を更新して、ユーロでプレーした初の40代の選手となった。ユニフォームに、通常の GK ユニフォームで用いられる、ハーフパンツではなく、ゆったりとしたグレーのトレーニングパンツを着用するのが、トレードマークとなっている。本人曰く、トレーニングパンツを使用し続ける理由は、昔は、土のグラウンドや、冬の凍った芝生の上で、 プレイしなければいけなかったため、地面に落ちた際に足が傷つかないようにするためであり、色が常にグレーなのは、ソンバトヘイハラダーシュ所属時の1996年に、もともと履いていた黒のパンツを選択したために初めて、グレーのパンツを履いたところ、そこからソンバトヘイが無敗を続けて、広角の危機から救われたことからの幻滑儀であるという、2009年の嫌い。ありがとうございます。